so in love with you. No one else in this world will do. Darling, please save your love for me. Run away.ベースの津川久里子です。阿部大輔です。今日最初にお送りした曲は、先週と先々週から続いて、ナンシー・ウィルソンとキャノンボール・アダリーのアルバムから Save Your Love For Me という曲をお送りいたしました。はい、これはまだ片思いの歌なのかな。なんかもうあなたのことが好きなのっていうね、なんて言うんだろうね、女心を歌った歌でございますが、はい、ありがとうございます。はい、いろいろこの人の CD、 このアルバムでセーブしておきます、あなたのためにラブを、ありがとうございます。いや、なんかそのなんか、はい、この CD にはさ、もう最初は Never Will I Marry とかさ、それは失恋してさ、うん、多分もう結婚なんかしないって言ったりとかさ、
あと先週歌ったのはさ、マスカレードイズオーバーでしょ、The Masquerade is Over。 だからもう、まあ 失恋ね、失恋して、うん、もうあもう終わってしまったのね。でこれはなんかもうポジティブな恋愛の始まりじゃないけどさ、お願いだからみたいなさ感じの、なんか面白い、全然違う3つの曲だったね。はい、でもまあみんな恋の歌だね。そうだね。いやナンシー・ウィルソンが歌うとまた可愛いんだよな、恋の歌をさ、うん、うん、私もそうなりたいと思います。はい、はい、そんな感じで今日も始まりましたが、はい、121回目のセッションの心でございますが、皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はあれ、じゃあまた今週もあれしようかね、あれあれあればっかりで、コメントですか、コメントを、あの、ね、いつもコメントとかありがとうございます。質問も、もうねこんだけやってると質問もないかもしれないけどね、121回目ってんだからね、うんうん、まあよくネタがあるもんだよね、うん、うん、でもこんな質問でもいいのかなみたいな質問でもありがたいので、何でも、そうですね、っていうか俺らがネタがの肥やしになってるというかね、肥やしっていう言い方はあれだけどね、うんうん、そう、なんか助けられるところもあるのでよろしくお願いします、うん、はい、あ、そうそう、先週は私のミーシャのモノマネをさちょっと披露してさ、あ、そのてっさんっていうものかな、うん、ミーシャ結構似てますよって書いてくれてる。大輔さん、鼻声、花粉症ですかね、風邪ではないと良いのですがご自愛くださいと書いてありますが、ありがとうございます、はい、大丈夫です、ありがとうございます。ミーシャ に似てますよって言ってもらえてよかった。誰もなんか触れてくれないからなんか触れられないのが一番あれだよね。そう、ちょっと嫌だよね。あって、まあね、まあ、せっかくあのはっちゃけたのはね、いつもはっちゃけた、もう一回行きますか、ミーシャのもの、ね、あなただけでしょ好きなのは。あ、俺が好きだ。はい、行きます。あ、そう、ごめん、先週のさ回はさ何だったっけ、あ、そう、2000年代のジャズっていう、トピックでしたね、うん、で2000、中村屋さん、ありがとうございます。いつも2000年代初期は CD を焼いてもらうでしたね。私の地方大学のジャズ研サークルでしたが先輩の家に押しかけて毎週 CD を聴かせてもらっていました。クリスチークもグラスパーもカートもマークターナーも聴いていたので先輩のアンテナが高かったんだなと改めて思います。当時の私と周りのヒーローばかりの名前が、ご近所さんとは羨ましい限りですと、ね、マークターナーの話も出ましたけど、先週はそのマークターナーの名前マークターナーをすっかり忘れていたんで、大事な、うん、マークターナー、いや、いい人だよね、めっちゃいい人だし、うん、すごいミュージシャンですよ本当に。僕一回だけレコーディング一緒にさせてもらったことがあって、本当に宝のような経験でしたね。え、よかったね。すごい謙虚な人なんだよ。うん、誰よりも早くさスタジオに来てさ、もう俺行ったら練習してんの、あ、すいませんって思った。はい、見習い、見習おうと思いました。はい、はい、以上です。はい、あとじゃあ有村さん、クリスチャン・マクブライドとクリス・ミンドーキーを間違えて CD を買ったらよかったっていうエピソードがなんともエモいですね、と。エモい、エモいっていう表現ちょっとまだ慣れないんだよね。エモいっていうのはエモーショナルとかそういうことから来てる言葉なのかな、私もまだ慣れないけど。だ、プリンス・ミルクさん、はい、栗子さんのバッキングも素敵ですが毎回ソロがかっこいいですね、だって。ありがとうございます、嬉しいです。かずふみ佐藤さん、いつもありがとうございます。スイングもどんどん聞かせてください、レイドバックの具合がとても心地よいのです、参考になります、とのことです。はい、ありがとうございます。はい、あとは原さん、いいですね、120回おめでとうございます、疲れて帰ってきてセッションの心へ聞くと癒されますね、ということでありがとうございます。そうですね、少しでも癒しになってればいいですよね。そうだね、まあそんな役に立つ情報は毎回毎回はねないかもしれないからね、うん、まあわかんない、あるかもしれないけど、うん、うん、地球上のどこかではそう思ってくれる人がいるかもしれないけど、何よりもちょっとこれを見てなんか、あ、なんか、あ、こんな人たちがこんなんでやってんだったら大丈夫かなみたいな思ってもらえればいいし、うん、あと少しでもほくそ笑んでもらえばね、うん、だからミーシャのモノマネもたくさんやったらいいんだろうと思うよ。うん、じゃあミーシャばっかりやってもしょうがないから、てか意外とそんなにね、もうちょっと研究した方がいいと思った、あの改めて聞いてみたらちょっと違ったから、あ、全然似てなかった、はい、そうなんだよ、似せるのってさ
結構なあれなんだよ。そうで難しいんだよ。本気でだからもうコロッケさんとかやっぱすごいな、ね、すごいと思う。でもその似せた上でなんでコロッケさんがすごいかっていうと、さらにその特徴をすごく強調して自分なりに解釈したそのモノマネそのタレントさんを出すからすごいんだよ。そうそうだね。そう。そうだから面白くするもんね。それがすごいよね。うん、やっぱお笑いの人ってすごいよね。すごいと思うよ。うん、はい。で今日のトピックなんですけれども。はい、大輔さん、はい、何ですか今日のトピックは。まあ日本に帰ってきて3年になりますけれども、はい、あっという間に3年経ちました。やっぱり日本のミュージシャンとアメリカのミュージシャンの違いをいろいろ日々感じるじゃないですか。そうですね。え、でもこう言おうよ、アメリカって言ってもね広いじゃないですか。あ、まあまあそうだ、ニューヨークだね。だからニューヨークにしよう。だって全然知らないよアメリカ。そうね、他の地域はね、うん、まあじゃあニューヨークにしよう。ニューヨークのミュージシャンと日本のミュージシャンの、まあ、との違いについて語ってみようかな、まあ、東京のミュージシャンにしとくか。まあそうだね。そうだよね、知らないもんね。東京しか知らないね、うんうん、じゃあ、はい、まあ、特にあれだね、まあ音楽的にはさ、うん、まあいろいろあるけどさ説明しづらいじゃん、うん、まあとりあえず態度とか習慣とかそういうのの違いを、あるある、そうそう、まずさなんか話せたら面白いかなと。なんかのミュージシャン言葉みたいなのがやっぱりあるんだよね。あ、はい、例えばさ、あの普通になんか友達同士じゃん仕事がほぼ。まあね、まあもちろんでも初めましての時もあるけどね、うん、でもなんかもう仲間って感じや、友達っていうか音楽犬好きに悪い人はいないみたいな感じでさ、なんかなんつうのそういうコミュニティだと。ジャズ好きに悪い人はいないって。そうそうそう、うん、だからなんかあったらさ「ヘーイ!」とか言ってさ、そういう感じやん。それニューヨークの話。ニューヨークの話ね。じゃあニューヨークの話、はい。まずあるある、ギグに行った時、ギグっていうのはまあ演奏のね現場に行った時、もしくはセッションに行った時でもいいや。うん。Hey, what's up? Hey, man. Hey, what's up? 私こういうのはあんまりやんないんだけど。あ、やらないか。女の子はやんないの。Hey, good to see you, man. I'm sorry for everything.で、やーやーやーって言うじゃん、うん、やーやーやーって Hey, what's up? って言って、うん、日本人だと聞かれたから答えようとするんよ、それに対して、うん、ってだけど、こうブッブーなんですよね。ブッブーってことないけど、なんか、うん、なんかとりあえずウェーウェーって言ってればいいんだよね。とりあえずウェーウェー、こっちもウェーウェーって向こうもウェーウェーって言って、Hey, what's up? なんか How's life? って言って、あー、そうそう、ブラブラブラって言って、なんか、Hey, great to see you, man. Looking forward to playing. そう、とりあえずポジティブなことをお互い、おー、なんか、I'm so glad to see you. 会えてよかったよって。私は女の子は同じような感じだけど、まあハグだよね、最初ね。まあ男でもハグも全然あるしね。うん、でも最初もこうじゃん、男は。まあね、私それだからやり慣れてないか分かんない。あ、そっか。うん、で知らないね、あんまり知らないの、うん、私はもう本当にあーってもう、まあ、確かに女性はハグかもね、うん、全員に。でもたまになんか、うん、あのバチューってやられてなんかほっぺになんかちょっとよだれがつく、これをいつ拭き取ろうみたいななんかちょっとさ物理的についてるわけよ、汁がここに。だからそれを拭きたいんだけど目の前にして拭いたら失礼だし、そのタイミングを見計るとかいうのはよくあったね。あ、いや俺もでもおばちゃんでねプチュってしてくれる人もいたしね。ついたりするでしょ、口紅が真っ赤なやつがベドってさ、まあまあ、うん、あとなんかあるあるがさ、なんかもう男社会だから結構バーンってやられてなんかギュッて掴まれていてってなる時とかあるよね。あるね。まあでもとりあえずポジティブだよね、みんな。なんかなんかそうね。それじゃあ日本の感じいきましょう。こうやってこれ別にあのダメ出ししてるわけじゃないですからね。違いに言ってるだけ。違うっていう。でこうベース持って入ります。ガチャン。あ、おはようございます。あ、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。シーン雑音。でガチャガチャって。はい。っていう感じが結構あるかな。はい、そういう感じですね。でね、あのミュージシャン同士でもね。あ、じゃあ。あ、じゃあ、まあ、入ってきて、そしたら、まあ、大体男性だと、おいっす、元気、あ、今日よろしくお願いしますっていう感じ、あ、お願いします。で俺はなんかさ、やっぱアメリカないですねっていうかさ、あ、最近どうよとかさ、あので、まあまあ喋りたくなっちゃうんだけど、でも結構みんなあそういう感じもあんまりない人も多くて静かな感じが、うん、それは違うかもね。あ、まあ、あとはまあ人によっては全然
まあでもいろんな人がいるからね。あとコロナをねちょっとやっぱ握手する人もいるし、コロナを得てコロナ禍を得てしまってるから、うん、経てしまってるからなんか握手とかそういうなんかそういうコンタクトがあんまりこう、なんか最近やっぱこれだよね、これがみんな、はい、それ前からなのかな。でも日本はよくわかんない。いやわかんないけど多分握手だったじゃん、まあ、うん。いやなんかあとそのなんか私はねなんかずっとなんかアメリカにいたから、うん、おはようございますって夜に入ってくのにおはようございますって言うのすごく抵抗があって、ああそれ業界用語、業界用語なんだけど、うん、それでなんかしつこくこんにちはって言ってたよね、おはようございますって、あこんにちはってすっごい嫌なやつだよね。 今はちゃんと染まっておはようございますって言うようにしてるけどさ、そうそう、その違い、今テンションの差があるよねこうね、うん、あとまあそれこそだからあれだよね、電話の受け答えとかもさ、うん、そうじゃない、仕事の電話とかさ、うん、やっぱこっちに本当なんか長くいるさ外国、俺まあ僕はなんか結構外国人のミュージシャンとやることが多いんだけど最近は、やっぱりなんか僕は直接まあ彼らと電話するときはまあ英語で喋っちゃうからあれなんだけど、彼らが日本語で日本の人から電話かかってきて対応してるの見るとちゃんと、はいもしもし、はいお世話になっていますとか言うんだよ。やっぱ何十年もいる外国人で、いやそういうのってさもうアメリカで全然ないじゃないさ。お世話になってますっていうのも最近覚えた、私、うん、帰ってきてから、うん、ね、とりあえずお世話になっております、はいはいはいとか言ってさ、でなんかにアメリカの感じだとまた電話でもね同じ感じでもね、えー I do なんだらかんだらって言ってさ、うん、元気だよねとりあえずね。そうだね。あとなんかその大好き What's up、 それってケニーだけじゃないのそうそういうのまあそういう人も、まあまあいろんな人いるけどね、いろんな人いるけどね、うん、Hey what's up とかさ言う人もいるけどね、うん、Are you free on Monday とか言う人もいるじゃん、なんかそれブランドそうそう、うん、でもあとじゃあさ次例えばじゃあ現場に入りました、はい、じゃあ次、はい、曲じゃあ今日の曲これですみたいな、はい、まずニューヨークだとじゃ あ日本だとまず日本だとよろしくお願いしますって、あそれジャムセッションだ、ジャムセッションにしよう、ジャムセッションにね、はい、よろしくお願いしますって必ずあのあれでしょ、譜面が配られる場合が多いし、うん、ほとんどじゃない、うん、私がやってきたあのライブではライブじゃなくてあのライブとセッション両方、うん、あほぼ必ず譜面は、確かにライブやるんで譜面なしって人今までいないかもね、ないかもね、うん、全部譜面があるかも、ちゃんと用意してくれてるね、それこそなんか All the things you are とかそういうそこまで行っちゃうとなしでも大丈夫って、しかもなんか、うん、あのバークリー行ってたから知ってるよね的なのはあったけど、うん、この前ね、だけどそれくらい、あとはもう本当見ないでもできるようなやつでも普通に譜面はあるよね、うん、でよろしくお願いしますってで終わったらね、終わった後、はいありがとうございました、ありがとうございましたって譜面を持ってそういう感じだけど、うん、まあ律儀だよね、丁寧だね、うん、アメリカだとどうなんですか、アメリカだとじゃあなんだ OK play Let's play Save Your Love For Me in E flat 1,2What? 始まる。うん、おおお。Do you know Do you know the song? Kind of. ちょっとまあ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 。OK, let's do it. 感じだよね。そうそう、もう始まっちゃうね。どうせもう譜面なんて、まあある人ももちろんねいるけどね、うん。ちゃんとしたところではやっぱ譜面はもちろん用意されてることも多いけど。いやでもそういうセッションとかそういうさ。まあまあセッションでは確かにあんまりないかもね。うん。あとそういうもうちょっとカジュアルなライブとかだったらないよね。うん。譜面はもうあなたたち知ってて当たり前みたいなさ曲をどれだけ知ってるかっていうのでなんかまあねそこもまあ、うん、ニューヨークらしい感じはあるよね、うん、そう、それでなんか終わったらどんな感じ、終わったらなんかなんだっけ、どんな感じだっけ、まあ、歌の人とかあ、oh, Thank you You sound wonderful Thank you Thank you でもう一回話してなんかもうそういう感じ、うん、そうで、うん、終わった後はあなんかその人気に入ってくれたら What are you doing next week? って言ってで
ああ別に I'm wide open とか言うと、うん、OK can you come and play with me at blah 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 って I call you later OK、うん、とか言って Can I have your number とかいう感じでさ、なんかそういう風にして次のギグにつながっていく、うん、そうね。でも日本ってそういう最近はだから違うんじゃない、ちょっとなんか後で、あ、もしよかったら LINE 交換してもらってもいいですか、あっていう感じじゃない、最近はそうじゃない、そっかそっか、うん、最近そうじゃない、あ、やっぱ見るねよくね、あそっか、うん、LINE ね、そう、電話番号とか知らないよねみんなの、まあね電話使わないもんね、うん、そうなんだよね何の話がよくある、うん、あとなんだろうね違いね、うーん以上みたいなまあでも、まあ、態度的にはそういうのかな。あとは何だろう浮かぶ、何が、え、日本人、日本のミュージシャンとアメリカ人の違い、まあ、まあとりあえず褒めるよね向こうの人は。あでも褒めない現場もあるけど、現場っていうか場所もあるけどね、例えばそういうスタジャムセッションでも、うん、割と、なんつうの、敷居の高めなジャムセッションってあるじゃん。ああ、まあね。ね、そういうとこは、なんか、Oh, you sounds good, man. でも褒めてんじゃん。え、だから sounds good っていうのは、なんか。褒めには入んない。ああ、うん。あ、まあ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 。いや、まあまあ褒めてるけど、great とか絶対言わないよね。じゃあ、それはね、great、ね、は言わないじゃん。うん。あの、なんか、それは私の、あの黒人の友達が言ってたんだけど、その白人の人と黒人の人の英語がまたちょっとニュアンスがちょっと違うんだよね。だからグレートっていうのは、あの白人の人たちが You sound great っていう使い方、グレートいいねみたいな使い方するんだけど、うん、黒人の人はグレートは言わないんだよって言われて、え、そうなんだと思ったら、うん、グレートはいつ使うのって言ったら Oh that's greatっていう風に使うんだってそういう皮肉っぽい、ああ、うん、それ最高だねみたいな、うん、That's great、 そういう使い方するからって言われたんだよ、実際、うん、みんながみんなそうなんだけど、まあ、もちろん great っていう意味で使う時もあるけど、本当のねいいっていう意味、ね、あと例えばなんか白人の人が Oh that's fantastic とか、そういうのとかも、気持ち悪い、そういうこと絶対言わねえ俺たちはって言ったりとかしてなんかそんな話で盛り上がったりとかして、あ、ファンタスティックは使わないかも、うん、確かにね、 That's awesome とか言わないでしょ、したら言わない言わないとか言って、うん、まあ使う人もいるけどね、じゃだけどそういう、なんだろう、私たちはさ、その何、黄色人種だから結構そういうお互い真ん中だから、こう白人の人とも友達仲いい人いるし、そういう言葉使う人もなんかこう話聞けたり、黒人の人とも仲良かったから、うん、黒人の人のそういう文化とかも触れられたりとかしてさ、いろいろこうなんか情報を得られたから面白かった、うん、ニューヨーク生活ね。日本のミュージシャンはなんていう、なんか良かった場合、あ、めっちゃかっこよかったっす、あ、めっちゃかっこよかったっすって確かにあるかも、ね、それいいよね私も結構そういう風に言うようにしてる、かっこいいって言われたらさ、うん、嬉しかったからそうやって使うようにしてる、かっこよかったっすって確かにあるね、うん、めっちゃかっこよかったっすって、うん、あとやばって言うね、やばって、あ、でも若い人が言う、ね、やばって、ね、うん、あとなんかすごい支えられてる感がやばかったっす、ありがとうございます、あ、やばかったっす、ね、ありがとうございましたがよく言われるかな、うん、うん、あとやっぱ日本だとお上手ですねっていうのはあんまり褒められてないってことなのかな、上手ってすごいなんか上から目線だって思うんじゃない、ああ。あとあの人うまいよねとかもさ、うまいともなんかあんまり、だからかっこいいが一番なんか、ああ、そうなの、ぴったりくる言葉なんじゃない、どうなんでしょうね、その辺のニュアンスはね、うん、うん、かっこいいですねってやっぱ、うん、年上の人にも使えるし若い人にも使えるし、なんかいい褒め言葉なんじゃないかなと認識しておりますが、私は、うん、まあ、でもあれだね、なんか思うのはさ、あんまりやっぱりミュージシャン同士でもさ褒めたり褒めなかったりしないから何も言わないんだよね、相手の演奏についてさ、何が、日本の方があんまり言わない気がするんだ、うん、何を思ってるのかちょっと分かりにくいなって言わん、今でも思うけどね、向こうの人ってやっぱさ表現がさもうオープンだからさ、うん、なんかね、You sound killing っていうよねとか、なんかもううわーっつったから、なんかさ、その大げさだから、なんかそれ慣れてると、なんか日本のなんか、はい、よかったと思いますとか、なんか言われても、
本当なのかな、どうなんだ。まあまあ特に男性はそう言われるのかもね、うん、女の子とかはまあ、はい、なんかあでも女の子の方は言わないかな。あでもそうだね、意外となんかみんな静かっていうか ものを言わないのかもね、うんうん、でなんか向こうだと結構さ終わった後とかもさ、あそこ良かったねなんか言うじゃん、あの曲のねあそこねとか言われるよね、とかなんか言うじゃん。だからこっちだとでもなんかお疲れ様でしたはいみたいな。そう、それで私はあの本当に最近慣れてきたけど、俺も慣れてきたけど、で次に栗子さんいついつ次できますかって言われた時に、あよかったんだよかったなってそこで分かるっていうかそうだね、そういうのはあるある、うん、違いのあるあるかもしれないね、うん、確かにね、うん、あとなんかさ電車乗ってる時とかもさ、私こんなの持って電車乗ってんじゃん、だからさすっごい話しかけられてたわけ、ニューヨークにいる時は、うん、もうしょっちゅうしょっちゅうなんか話しかけられてて、なんか友達と一緒に歩いてたらさ、なんか周りの人がクリコがキリンキリンと歩いてるみたいな感じで、なんかてか俺がキリンと歩いてるかって思うくらいみんながなんかクリコの方を見てるよとかいうなんか表現をしてくれてたんだけど、うん、それくらいみんなが見てさ、なんか話しかけてきたりとかさ、なんか私もなんかうるさいから、本当にうるさいから向こうの人って、だからもう、うん、あのこうイヤホン聞いてさ、もうなんかこうふんふんってもう急いでるし、なんかふんふんってなんか歩いてることが多かったんだけど、目つぶったりしてさ電車の中でさ音楽聴きながらなんかさこうやって、うん、でメッセージで一回うんうんちょっとでこうやって、 Is that a cello？ それもあるそれもあるけどまあそうだね、チェロですかってそうこれベースですってそれだけのためにわざわざトントンってやる。そう、すごいすっごいんだよね、うん、すっごいすっごいなんかもう好奇心旺盛で、ほらやっぱりチェロだってとか言ってさ、すっごいみんなで盛り上がってさ、でまあ大体韓国客が多いんだけどね、そういうのはね。であとベーシストのあるあるは、まあ日本ではあんまり合わないけど、もうなんか同じこのにマンハッタンにいると特にさ狭いじゃん、だからたまに合うんだよベースを持ってた、同じ車両にベースのが何台か3台くらいあった時もあった。そういう時はもうなんか即友達になる、即友達、今からどこ行くのとか、何練習してんのとか、誰と一緒にやんのとかってさ、すごいなんか話したり友達になったり電話番号交換したりとかさ、もちろんその何ただ友達になりたいっていうのもあるし、あの何ベーシストって数少ないから、そのなんかサブとして、サブっていうかさ、そのあの電話番号持っておきたいっていうみたいなさ、そういう時もあったね、うん、ギタリスト同士は話さないでしょ。でもいや話す時は話すよ。そう、でもなんか何やってるか分かんないでしょ、うん、ジャズかロックか。あーいやでも普通になんか僕はでも結構話割とかけたりする方なんだよね実は。そう、意外となんかあなんか何やってんのとか、なんかね、うん、まあアメリカでもそうだし、なんか僕は結構日本でも話しかけたくなって話してしまったりして、ちょっと何この人みたいにな顔される時もなくはない。うん、一回びっくりされたことあったよ、うん、私がベース持って日本でね、うん、帰ってきてベーシストが珍しくいたから、わざわざ行ってベース持って、うん、すいませんって言ったら、はあ津川栗子さんですねよねって言われた方があって、あ、そうこっちが逆にびっくりしちゃって、あ、はい、そうですって言って、今からどこ行くんですかみたいなことはあったけどね。うんうん、そうね。まあ、でもまあなんかその2つの文化が違って、またその違い、ね、うん、まあでもそう、今思い出してみたけどね、アメリカンフレンドリーだけど確かに、うん、そうじゃない人もいたなとも今思い出したな。まあね。やっぱね、なんか、うん、あの、やっぱなんか尖ってる人もいるじゃん。なんかうん、若い頃とか特にさ、うん、もうなんかちょっと壁を作ってるみたいな、で挨拶しに行ってもなんかこういう感じ、あいつ握手手出すとこんな感じ、はあ、みたいな。若い人、若くなくてもそういう経験もあるな、うん、まだなんか顔が知られてない時はね、うん、なんだこいつみたいな ね今みたいにさ、なんかなんでちょっと今握っちゃったよね。そう、なんでさこうやってさ、うん、握手してさグリってやんのね、このなんかこの関節がさ、このグリってそこまで握る、なんかいやなんか結構アメリカとかだとさ、
なんか強くやるのが結構男同士だといいみたいなのあるんだよ。そうなんだ。ガチってなんかちょっとそこでなんか相手のふにゃんとしてるとなんか違うって感じがするんだよね。結構みんなガチって握手するからさ、日本はみんなふにゃんじゃん、うん、逆に強くやるとなんかあんまり良くないみたいな感じだよね。まあそれも習慣だよね。あとなんかでもあとさ、ハグが多かったからさ、ハグもさ、なんか背高すぎる人だとさ微妙だしさ、なんかでしかもギュッとやられたりするとグワーってなるんだよね。そういうこととかもあったよね、うん、なんだろう、まあでもそういう文化も恋しいよね。なんだろう、そういうなん、うん、うんうん、まあまあでも俺も割とそういうまだ文化にいるけどね、うん、まあまあいないわけではないけど、うんうんうん、まあそんな話ですかね、うん、内容がないような話だけど、うん、他にも何か思いついたら話そうね、うんうん、まあ、ニューヨークのミュージシャンたち、まあでも結構本当にその辺にさみんな知ってる人とかさ有名な人とかがさゴロゴロしてるからさ、うん、やっぱ狭い町だからすごい面白いよね。そうね、あ、うん、誰々歩いてるとかさ、うん、多いとかさ、なんかうん本当に僕らは別に結構日本の人ってやっぱ他人にのスペースをさリスペクトしようっていう感覚があるのかもわかんないけど、うん、あんま話しかけてこないじゃん、うん、大体さ、うん、よっぽど何飲み屋の勧誘とかさああいうの人たちは話しかけてくるけどさあんまりなんか話しかけるのはちょっと面倒くさいものとしか思ってないとこあるけど、僕らは別に話しかけてもらっても喜ぶので、うん、街で見かけたら話しかけてください、うん、はい、よろしくお願いします。びっくりするかもしれない、うん、はい、はい、じゃあ最後はあの曲いきますか。どの曲、何考えてた。何も考えてない。え、 OK、 じゃあコンファーメーションやりましょうか。なんとなくです、本当になんとなく。Thank you.
コンファメーションでした。もう一回ちょっとコンファームした方がいいかもしれないね。確認した方がいい。コンファーム頑張ってください。はい、はい、お知らせですありがとうございました。大輔さんは誕生日が迫ってきています。はい、4月28日誕生日ですね。はい、はい、ということは何があるんでしたっけ。あ、バースデーライブがあるんですね。はい、ありがとうございます。どこでですか。じゃあ告知してください。正常の、はい、モーメント、まだもし座席があればの話ですけどもね、もしよかったらまだ間に合うかもしれないんでご予約お願いします。はい、デイビッド・ブライアントとジーン・ジャクソンと私と大輔の4人で熱いバースデーライブがあるので、はい、ぜひ来てください。はい、28日ね、はい、金曜日ね。そしてあとは3日、あ、3日に、はい、お茶の水のなるで大阪さんの、まさかさんのバンドでやりますので、とりあえずゴールデンウィークはそんな感じかな。そうだね、うん、ということで、いつもコメントとかリクエストとか質問とかありがとうございます。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。お願いします。あとチャンネル登録がまだの方もぜひポチッとよろしくお願いします。そうですね、はい。あとはまあ何よりね、素敵な季節ですね。はい、まあでも季節の変わり目でもありますので、皆さん体調に気をつけて元気に楽しく過ごしていきましょう。はい、それではまた来週お会いしましょう。はい、じゃあね、バイバイ。ありがとう、バイバイ。素敵な1週間をお過ごしください。